にちは、矢田亜希子です。まず舞台というものに、はい、関わることは今回が本当初めてだったので、はい、すごくプレッシャーですが、とても今私がすごく舞台とかやってみたいなって思っていた時期だったので、とても光栄です。この年になってなんか初めてのことに挑戦っていう意味でも、稽古ってどういうものなのかとか、舞台に立つこの気持ちとか感覚ってどういうものなんだろうとか、自分が生で見られるっていうのはどうなんだろうとか、もうとにかくそういうこと全てが楽しみでもありますし、まあ心配でもありますし、でもそれをもうすごく本番前にはそれをもう楽しめるように、そういう自分になっていたいですね、はい、一人でも多くの方に見に来ていただけたら嬉しいです。初めてですが、どうぞよろしくお願いします。